はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回は虎に翼第3週の予告について史実を交え紹介していきたいと思います。第3週は女子部の2年生になった智子たちが描かれていきます。それではよろしくお願いします。はい、それでは第3週、5話分の予告を、紹介していきます。第3週の週タイトルは女3回にして家なしとなっています。どのような意味なのでしょうか。女は幼少の時は親に、嫁に行ってからは夫に、老いては子に従うものだから、広い世界のどこにも身を落ち着ける場所がない、そのような意味のようですね。第11話は名立祭です。小8年秋、智子が名立大学女子部に入学し1年半が経ち、2年生になっています。生徒数が減り、入学時60人いた同期生は20人に減り、後輩の入学者数も少なく、女子部は存続が危ぶまれています。そこで宣伝のため名立祭で2年生の智子たちは3年生の久保田、中山と法廷劇を上映することになります。演目は実際に起きた毒まんじゅう事件の判例がベースで、医学生のお津蔵に裏切られた女給の高校の悲劇を描いていくようです。学長が考えた筋書きをもとに涼子が脚本を手掛けます。史実では明治大学女子部の入学者は150名でしたが、昭和7年に卒業できたのはたったの54名だったようです。昭和11年からは女子も高等文官試験司法科を受験することができるようになり、昭和13年になって初めて女性3名がこの試験に合格します。その3名が三淵よし子、中田雅子、久米愛ということになっています。三淵よし子はこのドラマでは智子として描かれていますね。第12話は嫁姑です。ある日の放課後、名立祭の法廷劇の衣装作りのため、梅子、光淑、涼子が智子の家にやってきます。法服についてですが、欧州で古くから使われてきたガウン型の法服に倣い、日本でも法廷で着用する制服を導入することが初代司法大臣山田昭義により提案されたようです。法服の刺繍は判事は紫、検事は黄色、弁護士は白と決まったようですね。しかし戦後、裁判所法が制定されたとき、特に法服の規定はなくなるようです。光淑は悪気なく花枝を女中と勘違いしてしまいます。花枝は笑って流すも、智子には、嫁に来た人の気持ちはわからないと言います。その頃、花枝は嫁として春に認めてもらえないと悩んでいたようです。一方、春も密かに花枝との関わり方を悩んでいるようですね。そんな折、米は涼子が書いた法廷劇の脚本を甘いと批判するようです。涼子に本気で書いたのかと詰め寄る米に、智子は人の本気に上も下もないと反論し、口論になってしまうようです。第13話は名立祭の日です。智子たちの法廷劇の幕が上がりました。しかし上演から始まってすぐに男子学生小柱の妨害によって中止に追い込まれます。小柱たちの騒動の中で米が足を怪我してしまいます。智子たちは米を住み込みで働くカフェに送り届けます。この時代のカフェはもっぱら女給のサービスを売り物にする
遊興歓楽のバーだったようですね。これはおちょやんでもカフェが出てきていましたね。女子部の面々に助けられたヨネは、弁護士を目指していること、貧しい生い立ちや断層している理由を語り始めます。ヨネは貧しい農家の5人兄弟の3人目。父親は飲んだくれで姉は15歳で売られ東京で女郎になります。今度は自分も売られそうになったので短髪にし抵抗し逃げ出した。それが断層の理由だったようですね。姉を頼りに上京。しかし姉が稼いだ金をごまかされ、そのような不正に立ち向かえる弁護士になり、世の中を変えようとしていると語ります。第14話は事件の検証です。話を聞いた智子たちは自分たちが恵まれていることと、そんな自分たちを見てヨネが苛立つ気持ちを分かり、言葉を失います。一方、智子は法廷劇の題材にした毒まんじゅう事件の判例を再検証してみないかと同級生に提案します。皆の参道へ智子たちは猪爪家に集まり、母春と花江の協力も得て、まんじゅう作りに取り組みます。すると意外な事実が判明します。致死量となる防虫剤は、相当な量で防虫剤入りまんじゅうで、人を殺すのには無理があるという結論に至りました。第15話は事件内容の改編です。脚本を担当した涼子が法廷劇の元になった判例について、次のような告白をします。被告がかわいそうな女性として同情されるように学長が法廷劇のため事件内容を改変したのだと言います。高校の職業は女給ではなく女医だったこと、毒は防虫剤ではなかったことなど、私もこの事件を調べてみました。毒まんじゅう事件のモデルとなった史実の事件は、おそらくチフスまんじゅう事件と考えられます。昭和14年4月、兵庫県の M 病院で副院長を務める男 A のもとに、神戸大丸からカルカンまんじゅうが届きます。副院長 A と弟と妹の職場の人間がそれを食したところ、全員がチフスに罹患。副院長は一時重体となるも回復しましたが、弟は後に死亡してしまいます。その後の捜査でまんじゅうの表面にはチフス菌が塗られていたことが判明。カルカンまんじゅうを送りつけたのは副院長 A の内縁の妻である女医の長尾花子だったという事件です。この事件は平成3年にはテレビドラマ火曜サスペンス劇場女医の殺人として制作されたようですね。ということで、おそらくこの事件がこのドラマの法廷劇の筋書きになっていると考えられますが、ドラマでは昭和8年ということで、この事件が起きたのは昭和14年ですから、まだこの事件は起きていないということになります。ということで、もしかしたら時代考証のミスをしているのではないでしょうか。それを聞いたヨネは無駄な時間を過ごしたと憤慨します。しかし憤慨するヨネに対して母春が、みんなの時間は無駄になっていないと言います。そんな中、花江はそれまで抱えていた悩みを打ち明けるようですね。私はこの輪には入れない、戦わない女側だからと。ともこの辛ければ弱音を吐いていくべきとの言葉に、涼子や梅子、甲宿も次々と弱音を吐き合うことになります。
こうして1年半が経ち、昭和10年、とも子たちは無事女子部を卒業し、明律大学法学部本会進学することになるようですね。ですから男性の生徒とも一緒になっていくということになります。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。